アラケタールコメスタン、皆さんこんにちは、みこです。今日はですね、スペイン語で作文をする時のコツ、作文が上達するコツというのをお伝えしたいんですけれども、これはね、ズバリ主語を明確にする、もうこれにね、つきます。というか、まあ、主語を明確にするもそうなんですが、主語と述語をはっきりさせる、きちんとした文章を作るというのがポイントです。これなぜこう思うかというとですね、私生徒さんとお話をしていて、私多分日本語で考えてるから文章をきれいに書けないんですよねっておっしゃる方いらっしゃいます。なんだけれども、私は別に日本語で考えてていいと思うんですね。スペイン語をスペイン語で理解できるようになるっていうのはかなり先の話だと思います。もうお友達ともペラ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 こうコミュニケーションが取れるようなね、状況になっていかないとなかなかそういうのはならないので、まずスペイン語で考えようとすることは必要ないです。で、私が初級の皆さんにまずやっていただきたいのは、綺麗な日本語の文章をまずは作るということ。主語と述語をね、明確にさせてください。主語と述語が合ってない文章っていうのもね、よくあります。あとは日本語はですね、非常に曖昧な言語で、文脈から理解する言語なので、主語を明確にする必要があまりない言語なんですね、日本語は。それに対してスペイン語というのは、主語を明確にしないと文がそもそも成立しないんです。皆さん活用しますよね、あれって主語がはっきりしてないと活用できないんです。一番ね、初めの方に落ちることとしては、例えば雨が降ってますっていうのを言いたいときに、エストイ・ジョビエンドって言っちゃったりするパターンですね。私雨降らないですね。雨降ってるの雨が降ってますよですから、主語は三人称単数でエスタージョビエンドですねっていう話とかもしますし、このスープは美味しいですっていうのを言うときに、日本語だと美味しいねって、昨日スープ食べたんよ、美味しかったって言ったら、スープ食べたのは私やからジョーかなってか思っちゃって、エストイリコとか言っちゃったりするパターンですね。でもこの言葉のこの文の主語は、このスープは美味しいですなので、主語はこのスープはですなので、エスタリカ、ラソパエスタリカなんです。なんだけど、なんでまず日本語をね、考えた時にきちんとこの文の主語は何なんだろうっていうのをね、考えていただきたいんです。では例えばこんな言葉があります。昨日友達とバーベキューをしました、楽しかったです。じゃあこの楽しかったですの主語は何でしょうか。タッタッタン、タッタッタン。なんかね、楽しかったですの主語を結構私はにしちゃうケースっていうのは非常に多いですね。でもこれね、バーベキューが楽しかったんだと思うんです。で、私は楽しいと感じたっていうのがそもそも多分いいんじゃない、なんかそういうものだと思うんですよね。で、そういう風にしていった時に、じゃあエストイじゃないよね。で、じゃあね、ここを主語を明確にしました。じゃあスペイン語の文章を書きます。で、エストイディベルティーダ、エストイディベルティーダっていうのは、なんていうんですか、私が一時的に楽しい人になってますというか、私ちょっと一時的に楽しい人だよみたいな話にしかならないので、楽しんでいるっていうニュアンスは出ないんですね。なので、もちろんそのスペイン語としてその表現が正しいのかとかっていうのは検証していかないといけないんだけれども、まずはね、主語を明確に、バーベキューが楽しかったになれば、フエディベルティードってね、いう文章が作れるはずなんですよ。こういうのをですね、本当に一個一個やっていかないといけないです。皆さん本当にお友達とか、ご家族とかと喋ってるようなスペイン語じゃないわ、日本語のままね、スペイン語にしようと思ってもスペイン語にはならないんです。例えばこの前こんな話を聞きました。昨日はすっごい雨が降ってたから早く食べれると思ってマックに行きましたっていうね、お話を聞いたんですよ。で、私の中では昨日雨が降ってたから早く食べれると思ってマックに行ったっていうのが全然通じないかったんですね。全然こう分からなかったんですよ。で、どうやらよくよく話を聞いてみると、昨日雨が降ってたからすごい空いてるだろうと思って早めに
そうというか、まあ、すぐに注文して食べれるだろうと思ったからマックに行ったんですっていうようなお話を聞いたんですけれども、まあ、雨が降ってたから空いてるだろうと思ってっていうのも、それ地域的な問題で、もうちの地元なんていうのはもう絶対な、もう完全なる車社会なので、雨が降ってたら逆に混むんですね。なので、それそもそもわからないのと、雨が降ってたから早く食べれるだろうと思って、これそのままスペイン語にしたら、早く食べるというのは、テンプラーノとラピドの違いもありますが、パッとやっぱりラピドって言っちゃうと、なんかこう、そのマックを、マックのバーガー1個なんか1分で食べれるみたいな、その早食いみたいな方のね、イメージもついちゃうし、よくわからないんですね。なので、こういうふうなことをきちんとスペイン語にするのであれば、昨日はたくさん雨が降っていましたと。で、雨が降っている時というのは大体お店が空いています。で、あ、じゃあ今日だったらそんなに待たずに食べれるかなと思って、マックに行きました。っていうふうに言わないといけないですね。本来であれば日本語もやっぱりそういうふうな話し方をするべきなんですけれども、あまりにもやっぱりまあまあ友達との会話であったりだとか、省略してってやっぱしちゃいますよね。でももちろんそれはじゃあ道用の日本語、お友達と話す用の日本語。でもきちんとじゃあ外国語を話すときに、外国語を話すときであったり、まあその目上の人とね、きちんとした話し方をするようなときというのは、やっぱりね、話し方変えていかないといけないですよね。っていうのをね、私はね、日々日々感じているわけです。結論としてはですね、もちろんそのスペイン語らしい表現っていうのは身につけていかないといけないですし、私もそういうお話はどん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 していきますが、でもまずは皆さんですね、まずは綺麗な日本語というか、日本語として主語と述語がきちんと揃っている文章というのをね、考えるというところから始めてみてください。私たちはですね、やはりその日本語ネイティブとしてね、日本語を母国語として育っているので、日本語の考え方っていうのがどうしてもあるんです。なのでスペイン語を勉強する上では、その部分絶対に変えていかないといけないんですね。で、これは持ったまま日本語を喋ってるような感覚のままではスペイン語というのは伸びません。で、これはイコールスペイン語をリスペクトすることにもなりますし、スペイン語が母国語の方に対するリスペクトにもなりますね。そんな日本語はこうだからっていうのを振りかざしたところで、私たちはコミュニケーションが取れないわけです。なので、フランス人がスペイン語を勉強したり、イタリア人がスペイン語を勉強したりするときとは、もうね、考え方自体をこうガラッと変えないと、スペイン語っていうのはね、上達しないので、まずはそこの覚悟をね、皆さん決めてください。きちんとそうしないと学んでいけないです。何年間もね、お金も時間も使って伸びないわっていうようなことがないように、今のうちからね、日本語で綺麗に話すっていうね、主語と述語を明確にする。という部分を意識してみてください。それでは今日はこの辺で、ジャスグラシアスポルベルミビデオ。チャオ。